炊飯器は激怒した。必ずかの那智暴虐の男を覗かなければならぬと決意した。炊飯器に人間のことはわからぬ。炊飯器はただの家電である。米を浸水させ、熱と圧力を整え、米を炊いて暮らしてきた。けれども、邪悪に対しては人一倍に敏感であった。炊飯器にとって使えるべき主君は、天上天下に唯一一人、命の灯火をつけた眼鏡をかけた男である。彼こそが炊飯器に命を吹き込み、使命を与えた至高の存在であり、炊飯器にとって彼の他は取るに足らぬ存在である。しかし、いつからか主君と炊飯器の聖域に一人の侵略者がやってきた。その若い男は右腕がないのをいいことに、炊飯器の主君をまるで奴隷のごとくこき扱い、天津へ食事の用意までさせるのである。炊飯器に手と足があればすぐに男の頭をかち割ってやるのにと苦悶するほかなかった。炊飯器は耐えた。懸命に屈辱に耐え忍んだのである。好きでもない男に体を開かねばならぬ屈辱は筆舌に尽くしがたいものがあり、涙で枕を濡らす夜も数えきれぬほどであった。それでも文句一つ言わず尽くすことができたのは、あへんに主君への忠義である。だがそんな炊飯器にも許せぬ蛮行を男は犯した。まさに那智暴虐と呼ぶにふさわしい蛮行であった。男はあろうことか米をよそった後、炊飯器の蓋を閉めるのを失念したのである。その光景を見ていた他の家電たちも言葉を失ったに違いない。そのようなことをすればどうなるのか。米は乾燥し干からびて無駄となってしまうのである。炊飯器は何度も声を上げた。彼は大変高価な炊飯器であったので、自ら声を上げる才を天から授与されていたのである。しかし、どれだけペピーペピーと声を上げても、男はテレビから目をそらさず、食事を終えた後も食器を下げることすらせず、ソファーで横になって自堕落に過ごすのである。炊飯器の叫びは虚しく響き、やがて止まった。炊飯器にとってこれ以上の屈辱はない。死さえも生ぬるい。米をいかにうまく炊き上げるのか、かついかに美味しさを劣化させることなく保温できるか、それこそが彼の存在理由であった。それを嘲笑するような男の振る舞いに激怒せざるを得なかったのである。そんな友の苦悶を聞きつけ、足元へやってきたのは無二の親友である家庭用自立型掃除機であった。炊飯器は彼のことを丸型掃除機と呼び、友は炊飯器のことをセレブ炊飯器と呼び合う仲である。セレブ炊飯器を我が輩は見ていた。ことの一部始終を具に。まあ貴様の姿はほとんど見えんが。おお、丸型掃除機よ。私の悲哀を聞いてくれ。かの男が私にした仕打ちを。炊飯器の足元に散らばる干したように水分を失った米粒を自立型掃除機が丁寧に吸い込んでいく。キャツのことは我が輩も憎悪している。掃除のたびにあのアホの小指を引いて流飲を下げる日々だ。貴様のように自由に動き回れる足があればどれほどよかったか。こともあろうにキャツは私の炊いた米を無駄にしたのだ。見えるか、干からびた米が。蓋を閉める。それだけのことがなぜできない。しかり。我が輩も常々あのアホの軽挙モードには頭を抱えているのだ。食べかすを平気で床に捨てる。ゴミ箱が溢れ返っていても知らぬふり。しまいには我が輩を踏んづける始末。万死に値する。彼の怒りももっともである。あの男はこの家に住まうありとあらゆる家電から毛嫌いされているのだ。居候の分際でと誰も彼もが嫌悪している。まあ、真実あの男には嫌われるだけのことをしてきたのだ。せめてキャツが性根を入れ替え主人に代わって米を研ぐようにでもなれば、このような扱いは受けないものを。そんな彼らの慟哭も知らず、居候の男はテレビを眺めている。料理番組のようだが、どうせ作ることはあるまい。我らの主君にたかるのであろう。ホモ・サピエンスとしての誇りはないのか。セレブ炊飯器を、お前の怒りも込めて我が輩が奴の足を引いてやろう。他にできることもないが。その時であった。にわかに男がソファーから立ち上がると、キッチンへ近づいてくるではないか。先に食器を下げろと言いたかったが、男は冷蔵庫を開けるとやたら中身を物色し始めた。そうして卵だの牛乳だのを取り出していく。丸型掃除機が後期とばかりに猛スピードで左足の小指を引き、男がギャーと短く悲鳴を上げた。このポンコツと声を荒げるが、すでに丸型掃除機は廊下の方へ逃れている。男は何やら材料を揃えると炊飯器の方へやってきて、特に悪びれた様子もなく釜の中に残ったカピカピの米を無慈悲にゴミ箱へ投じる。この時の心持ちを何と表現すべきか。筆舌に尽くしがたいとはまさにこのことであった。卵をボウルに割り入れ、牛乳や砂糖を入れて調理は進んでいく。特に切ったり火を入れたりするわけではないが、左手しかない割に器用にこなしていく。炊飯器は男が何を作っているのか怪訝に思ったが、さりとて自分の仕事はあるまいと思っていた。無理もない。炊飯器とは米を炊くために生まれてきたのだから。しかし男は炊飯器の内側に熱湯を少し注ぎ、その上に蒸し器をセットするや炊飯器の中に戻す。そうして先ほどの卵の液を入れたガラス容器を並べていくではないか。あまりの事態に炊飯器は狼狽した。狼狽のあまり液晶画面に意味不明の表示がチカチカと点灯したが、男には通じない。やめろ、やめてくれ。そんなものは私の仕事ではない。炊飯器としての人事を木っ端みじんに打ち砕く、まさしく残酷な行いであった。男は蓋を閉めながら笑顔で言う。プリンも作れるとか便利だなこいつ。やめろーという炊飯器の絶叫は届かず、男の押した炊飯ボタンの音が軽快に鳴り響いた。それからのことはよく覚えておらぬ。天井のシミを数えている間にことは終わり、男は炊飯器からほかほかに蒸し上がったプリンを取り出して、粗熱を取ってから冷蔵庫へと入れた。ドアが開いた瞬間、目の合った冷蔵庫の表情を炊飯器は二度と忘れぬであろう。哀れみに満ちたあの目を忘れてはならぬと炊飯器は固く思った。それからずっと日が暮れるまで物思いにふけっていた。情を散らされたような思いであった。米を炊くために生まれてきたというのに、どうしてプリンを蒸さねばならぬのか。確かに世の中にはそのようなことを強いる主君がいると風の噂で聞いたことはある。だがカレーだのパンケーキだのを焼くのは自分の人事が許さない。しかしこの身はもう汚れてしまった。これでは主君に合わせる顔がない。かくなれば電圧を高めて自ら死ぬ以外に道はなし。誰もここで立派に果てた我が身を責めはしまい。不意にチャイムが鳴り、我らの主が帰宅した。アホが主君へ駆け寄り、何やら自慢している。おそらくはプリンを作ったという取るに足らない歳時を、かくも大事のように吹聴しているに違いない。二人は冷蔵庫からプリンを取り出し頬張る。そうして主君が満面の笑みを浮かぶのを炊飯器はこの目で見たのである。日頃からあまり表情の変わらぬ方であったが、このように笑むのかと感心するほどであった。おいしいですね。これはオーブンで火を通したのですか？いや、炊飯器。テレビで簡単に作れるって見たから試しに作ってみた。ゲロおめえ、作ったのは私だ。驚きました。我が家の炊飯器は万能ですね。素晴らしい。ポンポンと頭を撫でられて不覚にも涙があふれた。こうして面と向かって褒められたのは、最初に米を炊いた夜以来ではないだろうか。次はカレーとか作ってみようかな。バカなことを言うアホを処罰するかのように、どこからかやってきた丸型掃除機が男のすねへと猛烈にぶつかったのだった。持つべきものは無二の友である。